高砂部屋所属呼び出し力道場でございます。ごっつぁんです。こんにちは、ナビゲーターの有後藤です。大相撲ファンの皆さん、大変長らくお待たせいたしました。この動画は動画史上初となる、多分大相撲の名勝負ランキング動画になります。さらにその取り組みがなぜ名勝負なのか、その理由が分かるように、そして当時の状況を少しでもイメージできるように編集しました。今回の名勝負ランキングベスト20は NHK の写真で振り返る平成大相撲名勝負ベスト20をもとに制作させていただいております。ランキングの決定はその当時の大相撲ファンの方に行われたアンケート結果によるものです。どの名勝負が一番良かったのか、コメントで教えてくださいね。それではいざ、平成の大相撲名勝負の世界へ。平成の大相撲名勝負第20位は、平成15年名古屋場所、相撲界のロボコップ小結びの高見盛りが横綱朝青龍から金星を勝ち取った一番です。勝負がついた後、やったーとか勝ったーと叫んでいたと伝えられていましたが、これは間違いで、本人曰く勝ったのか勝ったのかと何度も確認していたそうです。また高見盛りは力士になってから引退するまでの間で、この取り組みが一番嬉しかったと話しています。頑張ってほしいです。さあ、ここで制限時間いっぱい。今日は朝青龍、いつものあの大きな動きではありません。お、今日はいつもとちょっと動きが違います。最後首を少し左右に動かして高見盛り、いつもと違う気合、すごい歓声の愛知県体育館、静かな表情朝青龍。平成の大相撲名勝負第19位は、平成10年名古屋場所、武双山と千代大海の一番です。同じ関脇同士、片や曲がったことが大嫌いな男、片や大分の龍二の名を九州中に轟かせた男、2人は同世代の仲の良い力士関係で、千代大海はこの取り組みを後腐れのない魂のぶつかり合いと言っています。やはり激しい展開、よく見ている、よく見ている、あった張り手の応酬だ、バックの相撲になった。さあ、よく見た、見たら張った、武双山構成、手を手繰る、何か空振りもしている、動きは止まった、動きは止まった、お互いに激しい格、息遣いが聞こえてきます、なんかちょっと変わった展開になってきました。さあ、出る、攻める、攻める、押した、押し出しました。武双山が意地を見せました。平成の大相撲名勝負第18位は、平成14年秋場所、新大関の朝青龍が横綱貴乃花にリベンジマッチを挑んだ一番。この時朝青龍は横綱武蔵丸と並んでトップを競っていました。そして過去に貴乃花に挑んだ時は、相撲を取らせてもらえず、わずか6秒の勝負となってしまいました。引っ張ります朝青龍、横綱は下がりません、よく見ています、寄り切りました貴乃花の勝ち。朝青龍がどうしても勝ちたかった一番です。
強靭な精神力が肉体を引っ張ったような、そういった印象です。復調への道を踏みしめている貴乃花。優勝争いの先頭に武蔵丸と並んでいるのは朝青龍です。東方大関朝青龍、モンゴルグランパートル出身高砂部屋、西方横綱貴乃花、東京都中野区出身二子山部屋。気迫が表情に浮かんだ横綱。今日から上位対戦です。8勝2敗の横綱貴乃花、2度目の挑戦です。貴乃花とは2度目の対戦、9勝1敗朝青龍。平成の大相撲名勝負第17位は、平成28年初場所、大関琴奨菊が豪栄道から悲願の初優勝を決めた一番。悲願のというのは、2006年の1月場所に栃東が優勝して以来の、実に10年ぶりとなる日本出身力士の優勝を決めたからです。そして琴奨菊が31歳11ヶ月という歳月を経てたどり着いた初優勝でもあったからです。お父さんが見守る姿が印象的でした。厳しい相撲を取り続けてきた今年のこの初場所の琴奨菊、31歳、力がみなぎります。初優勝に向けて気持ちを集中させる琴奨菊。制限時間いっぱいです。優勝をかけて琴奨菊立ち合いです。式守神田優がこの両者を合わせます。琴奨
立の勝ち。大変な歓声です。琴奨菊が初めての賜杯を今抱きました。こちら妻以来実に10年ぶり日本出身力士がこの天皇賜杯を抱きました。今場所はあの栃東関以来の日本出身力士10年ぶりの優勝という話題もあったんですが、今そこにたどり着いた思いはどうでしょう。まあ、私の初優勝がたまたまその10年ぶりの初優勝だったということなんですけども、まあ、今日優勝できて本当に嬉しく思います。平成の大相撲名勝負第16位は平成24年夏場所、極天鵬が現行の制度では初となる平幕同士での優勝決定戦で栃王山を破り、自身初となる幕内初優勝を果たした一番。37歳8ヶ月で掴んだ幕内初優勝は史上最年長記録となりました。夢を諦めない大切さを教えてくれた、そんな素敵な一番でした。栃王山、西方、極天鵬、呼び出しは茂雄、行司は式守勘太夫、優勝決定戦であります。今の決まり手は叩き込み、叩き込んで極天鵬の勝ち。それでは見事初優勝を遂げられました極天鵬関に伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。モンゴルからやってきて入門から20年で掴んだ幕内最高優勝です。ありがとうございます。今どんなことが頭をよぎっていますか。そうですね、まあ、本当に来てからいろんな人に支えられてよかったと思います。それがあるから今日があると思います。この優勝は関取最年長37歳8ヶ月での優勝は昭和以降1位の記録だそうです。ありがとうございます。もう信じられない気持ちです、はい、でもずっと来て20年間相撲やって本当に良かったなって今日つくつく思いました。ありがとうございました。ますます元気な極天鵬関、来場所以降に向けても一言お願いできますか。そうですね、また名古屋でまた上位に挑戦すると思うんで、また同じ気持ちで頑張りたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。平成の大相撲名勝負第15位は平成6年九州場所、貴乃花が横綱曙から土俵際で逆転勝利し横綱昇進を決めた一番。やった！50秒近い熱戦が繰り広げられ、相撲の神様と呼ばれた双葉山以来となる大関で2場所連続全勝優勝を果たしました。この一番が後の明鷹時代と言われるようになった始まりの一番だったのかもしれませんね。小手投げ、貴乃花もろ差し、
全勝優勝、2場所連続の全勝、30連勝。今後も不撓不屈の精神で力士として相撲道に不釈神明を貫く所存でございます。平成の大相撲名勝負第14位は、平成元年九州場所、母が渡してくれた5000円札1枚だけを握りしめて初来日した小錦が昭和の大横綱千代の富士を倒し、悲願の初優勝を果たした一番。イエー、外国人初の大関まで上り詰めた小錦ですが、膝の怪我に苦しみながらも果たした幕内初優勝になりました。土俵下で小錦は涙を流します。この涙は嬉し涙とマスコミは報道していましたが、これは間違いで、小錦曰く、なぜもっと早く優勝できなかったのかという悔し涙だったそうです。貧しい家庭に育った小錦、なけなしの5000円を渡してくれた母に早く恩返しをして楽にしてあげたかった、そんな気がします。一敗同士の対決となった13日目の千代の富士戦。一度もまわしを取らせず突き出しで勝利。14勝1敗で念願の初優勝を手にしました。ハワイから来日し苦節7年半、大関15場所目での初優勝。小錦の目からは大粒の涙がこぼれていました。この顔です。大きな目から涙が出ます。57年の名古屋に日本に来てから7年間苦労した小錦です。前の日寝れなくて、ドキドキしましたね。平成の大相撲名勝負第13位は、平成26年春場所、ザンバラ髪の力士として初の快挙となる大関戦で勝利を収めた平幕の遠藤が大関稀勢の里に勝利した一番。父親の教育方針でいやいや始めることになった相撲教室。相撲中継が始まると部屋を離れるほど相撲を毛嫌いしていた。ある日、大関だった朝青龍に出会い、むき出しの闘争心、多彩な技を目の当たりにした遠藤は心をわしづかみにされ、大相撲へはまり出すのであった。浜光が軍配を返しました。平成の大相撲名勝負第12位は、平成5年名古屋場所、横綱明けぼの初の綱取りを目指す貴乃花、そして関脇若乃花の3力士で行われた優勝決定三つどもえ戦です。勝利を手にしたのは日本人以上に日本人らしい
と称賛されているアケボノでした。また、アケボノの最愛の父、ランディさんを亡くされた月でもありました。若鷹を立て続けに破り、あけぼのが優勝。貴乃花の横綱昇進は見送られました。平成の大相撲名勝負第11位は、平成元年名古屋場所、同じ横綱同士、同じ九重部屋同士で行われた北勝海と千代の富士の一番。一月前に生後4ヶ月の愛ちゃんを SIDS で亡くしたばかりの千代の富士。 SIDS とは乳幼児突然死症候群のことで、眠っている間に突然命を落としてしまうという病です。親としてみれば何もしてやれなかったという無念さ、言葉にできないほどの深い悲しみ。九重親方はもう二度と相撲が取れないんじゃないかと話されていました。あれ、いつ、あれ、千代の富士はね、はい、俺は最後まで心配したんだけども、出場にいつ踏み切った？最初から出場の、気持ちだった？いや、まあ、そのつもりで、うん、稽古してたんですけど。だけども、あれだろ、こっち来て稽古をやり始めてさ、はい、やっぱり、高層部屋でよく行ったりなんかして、思うように体が動かないといけないんだからさ、これはちょっと、今場所無理かなと思ったんじゃないの？いや、無理っていうより、ああ、このままで終わっちゃうのかなと思ったんですね。あ、なるほど、すごい。時間にして何分っていうか分かんないですけれども、この集中してですね、本当に自分の力を出し切るまでですね、そして本当に力抜いてくれませんのでね、千代の富士さんは。ありがたかったですよね。はい。闘志を燃やします北勝海。静かな表情、千代の富士。待ったなし。千代の富士まだ回しが取れません。押す北勝海。しかし、組み手は左四つです。足を引きつけた千代の富士。千代の富士28回目の優勝です。愛ちゃん見てくれたばかり、見事に投げ切りました。兄弟子や弟弟子の北勝海にどうだとばかり見せました。平成の大相撲名勝負第10位は、平成20年初場所、白鵬と朝青龍の千秋楽相星決戦となった一番。やった！武蔵丸貴乃花戦以来となる約5年半ぶりの横綱同士による千秋楽相星決戦。過去に類を見ない白熱した大一番となりました。踏ん張った足で土俵がえぐれる凄まじい力と力のぶつかり合い、ハイレベルな技と技の駆け引き、いつまでも鳴り止まなかった大歓声、激アツの一番をどうぞ。
間になりました。決戦です。日本中が注目する中で、そしてモンゴルの国の中も大騒ぎだと思います。白鵬でしょうか、朝青龍でしょうか。平成の大相撲名勝負第9位は、平成29年初場所、十両の宇良が前頭13枚目の雨風から幻の大技たすき反りを決めた一番。1955年に日本相撲協会が公式に決まり手を発表して以来、十両以上の取り組みでは初となるたすき反りを決めました。フィギュアスケートのイナバウアーのようなダイナミックで華麗な幻の大技であったため、新聞の一面を飾りました。この一件で世間に名を知られてしまった雨風は次のようにコメントしています。裏に表にされたと。先場所はその中で裏がまっすぐ当たって、最後は押し出し、動きのある相撲で勝っています。左が入りました。雨風裏勝って2桁、相手の脇の下をくぐりました。裏10勝目。これで2桁の白星に乗せました。優勝争いもそうですが、裏は来場所の新入幕に向かっても大きな白星を手にしています。今の相撲です。雨風さん、はい、左が入って返していった裏風、雨風ですが、雨風もね、左差しが得意で、ただ今の決まり手は、はい、よしと思った瞬間ですよね。たすき反りで裏の勝ち。たすき反りを取りました。十両では初めて、協会による決まり手発表以前の記録で、幕内で昭和27年の春場所、常の山が大内山に決めたという参考記録ですけれども、幕内で一つありますけれども、十両で初めてたすき反りという決まり手を取りました。平成の大相撲名勝負第8位は、平成25年名古屋場所、大関稀勢の里が43連勝中の白鵬を止めた一番。立ち合いで突っ込んで、かち上げを潰しに行く稀勢の里。張り手を数発顔面に食らっても全身あるのみと言わんばかりに回しを取りに行く稀勢の里。白鵬が稀勢の里の気迫に押されてしまった、そんな印象を受けた取り組みでした。
平成の大相撲名勝負第7位は、平成25年九州場所、こちらも横綱白鵬と大関稀勢の里の一番。技の切り返しがあって素晴らしい取り組みでしたが、組み合う前の二人も格別な、そんな一番でした。取り組みが終わった後、観客によって万歳三唱が行われるのですが、これはどういう意味だったのでしょうか。平成の大相撲名勝負第6位は、平成3年九州場所、技のデパート舞の海が体重差100キロ以上もある曙から巧みな技で勝利した一番。舞の海は水戸小攻めというとても珍しい技で曙の両足の自由を奪って倒すのですが、実は舞の海は大学時代から決まり手とは知らずにちょくちょく水戸小攻めを使っていたそうです。この勝負の判定を日本相撲協会では決まり手を打ち掛けとしていたことが当時の話題になりました。小欲大を制す、重欲豪を制す、そんな一番をご覧ください。
平成の大相撲名勝負第5位は、平成7年九州場所、史上初となった兄弟による優勝決定戦、若鷹対決。横綱貴乃花と大関若乃花が雌雄を決しました。この一番を待ち望んでいた大相撲ファン。しかし、当の本人たちはファンとは真逆の心境にありました。八百長があったのではと騒がれましたが、貴乃花は相撲協会退職後に自叙伝で次のように述べていました。ありえません。やりにくさを感じた自分の未熟さがそのまま結果に出たということです。まだまだ精神をコントロールできていないと思い知らされました。やりにくそうに相撲を取る貴乃花にもご注目ください。若乃花と貴乃花が史上初めて兄弟で優勝決定戦を戦いました。さあ制限時間1回です。絞る若乃花、若乃花出る、残りました横綱出る、若乃花の勝ち、若乃花優勝です。今消せるんだったら消してほしい。実際にやはり今でも、まあ、テレビで見たりしますけど、自分でも自然に目を背けてますんで、そういう点では思い出したくないことの一つですね。それはどうして？やはり兄弟でやるということは非常に苦しいことですから、今まで同じように同じ、まあ、なんていうのかな、生活をして苦しいことも二人で分け合ってきて、それでいざ勝負の世界だからといって兄弟で戦うのは本当に苦しいことだというのが自分の中で分かってたんで、そういうことを今思ってもやっぱりまだあまり見たくないですね。平成の大相撲名勝負第4位は、平成22年九州場所、当時まだ平幕だった稀勢の里が横綱白鵬から金星を挙げ63連勝で止めた一番。第8位では、平成25年の名古屋場所で大関だった稀勢の里が白鵬の44連勝目を止めましたが、この時も稀勢の里が白鵬の連勝ストッパーとなり大金星を挙げました。中学生の時に鳴門親方から末は必ず大関横綱になるとまで太鼓判を押されていただけのことはありますよね。それではその鳴門親方から唯一褒められたという一番をどうぞ。64連勝のかかった白鵬立ち合いです。合っていった日本を誘うかというところ、身をつぎた白鵬出ていく、稀勢の里いなした、残った突き放しにいく稀勢の里、反撃だ、白鵬苦しいか、左を刺した白鵬と取っているか、稀勢の里を取っている、やる稀勢の里やる、白鵬左がすくい投げ、残った足をかきにいく、打ち上げにいく白鵬、稀勢の里を取っている、やるやる、寄り切り、白鵬ついに敗れました。連勝63でストップ。双葉山の記録を超えることができませんでした。稀勢の里がこの白鵬連勝を止めました。なんと白鵬連勝63でストップ。今年の初場所からついた連勝がついに途絶えてしまいました。さあいよいよベスト3の発表です。平成の大相撲名勝負第3位は、平成29年春場所、千秋楽の2日前、春馬富士に寄り倒された際に左肩に深刻な怪我を負いながらも優勝決定戦まで持ち込み念願の初優勝を決めた照ノ富士と稀勢の里の一番。横綱昇進後初めての場所で横綱の意地、稀勢の里の男気、そしてファンの期待以上の大相撲を見せてくれました。
力士たるもの人前では笑わない、力士たるもの SNS はしない、そんな古風な稀勢の里が溢れる感情を抑えることができず、男の涙を見せてくれた思い出深い一番でした。東方大関照ノ富士、モンゴルウランバートル出身伊勢ヶ濱部屋、西方横綱稀勢の里、茨城県牛久市出身田子の浦部屋、行司は40代式守伊之助であります。立ち合いません。稀勢の里が右に少しずれながら上手を狙っていきましたが、立行司伊之助止めました。これは変化をしようと思ったのかね、上手を取りに行ったのか。ただ止められて、さあどうするでしょうか。二度目の立ち合いです。行司式守伊之助、優勝決定戦にござります。2年ぶりの幕内優勝決定戦です。優勝決定戦立ち合いです。呼吸が合いませんでした。互いに今まっすぐ行こうという立ち合いの中で呼吸が合わず、さあ2度目、
平成の大相撲名勝負第2話。平成13年夏場所、普通に歩くこともままならない状態で、自身の相撲生命を削ってまで激痛と格闘しながらも優勝決定戦を制した貴乃花と武蔵丸の一番。14日目の武双山戦で右膝の半月板を損傷する大怪我を負い、立つことも困難なほどの重傷を負いながら周囲の休場勧告を振り切り千秋楽に向かう貴乃花。横綱昇進時に宣言した不釈神妙を文字通り貫いた一番となりました。内閣総理大臣の小泉純一郎さんが思わず感情的になってしまったほどの名勝負。私も膝を痛めている身なのでわかりますが、終始痛みを表情に出さなかった貴乃花は本当にすごかったと思います。またこうして待ったです。しきれないか。3回目突き落とし武蔵丸やってなく、結果はあっけなく優勝決定戦、優勝決定戦ですが、さあ貴乃花もう取れるのかどうか。いや、取ってもいいでしょうね。まあ取ることは取るんでしょうが。ただいまの決まり手は突き落とし、突き落としで武蔵丸の勝ち。さあ優勝決定戦です。ちょっと膝を気にしています。西方武蔵丸、呼び出しは米吉、行司は式守伊之助、優勝決定戦であります。左の膝には血がにじみ、そして右の膝をまた気にしました貴乃花。もう何か見ているのも胸が苦しくなってきそうな優勝決定戦です。優勝決定戦、時間いっぱい。貴乃花は22回目の優勝を目指します。武蔵丸は勝てば9回目の優勝。さあ貴乃花が今度はどんな風に取るのか、取れるのか。太い右、気力で上手投げ、やった貴乃花の顔。
なんという結末、大変なことを起こしました。上手投げ貴乃花、ものすごい横綱です。もう信じられないようなことを起こしました。内閣総理大臣賞が決まります。内閣総理大臣賞です。中入り後避妊席で感染しました。一月余り前に総理大臣に就任した小泉純一郎内閣総理大臣。素晴らしい人気ですね。ひるまず大変な感想ですね。表彰状、内閣総理大臣杯貴乃花光司関、あなたは平成13年5月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し、長く名誉を表彰します。平成13年5月27日内閣総理大臣小泉純一郎。平成の大相撲名勝負第1位に選ばれた取り組みは、平成3年夏場所、当時平幕だった貴花だが昭和最後の大横綱千代の富士から金星を勝ち取り、新たな大相撲の歴史の幕開けとなった一番。時は横綱昇進時、横綱昇進が決まった日の夜、九重親方は自分の部屋に千代の富士を呼び出す。ウルフ、やめるときはスパッと潔くやめような、ちんたらちんたらと横綱を務めるんじゃねえぞと言った。千代の富士の引退はまさにこの言葉に従った潔いものとなった。1990年の11月場所で31回目の優勝をしたものの、自身のピークが過ぎたことを感じていた。そして迎えた運命の日、ある確認をするため土俵へと向かった。大歓声に迎えられました。東から貴花だ、西からは横綱千代の富士。制限時間いっぱいになりました。横綱千代の富士に初挑戦。左が越えない千代の富士、千代の富士危ない、寄り切り、貴花が勝ちました。貴花が千代の富士を破りました。体力の限界、記録もなくなり引退することになりました。以上です。去年の11月、その日からもう限界だなと思ってます。休んでそのままやめたくなかったわ。もう少し頑張ってみます。最後に高輪と渡ってね、やっぱり若い強い目が随分出てきたなっていうことを思いながら、やっぱりちょうどいい潮時だなみたいな感じがありましたね。やる気とやはり、まあ、応援してくれてる人方、それとか家族とかそういうものが全部でね応援してくれて、ここまで頑張ってこれたと思うんです。
東の花道をご覧ください。国民栄誉賞優勝30回横綱千代の国関です。そして十両2場所で9番勝った貴花田関、新入幕で9番勝った荻の花関、横綱千代の国関が胸を出します。ぶつかっていきます。相撲ではこれを仕上げのぶつかり稽古と言っています。藤島兄弟の弟さんの貴花田関、特に九重部屋ではこのぶつかり稽古を入念に行います。ガシンといけと声がかかりました。当たっていきます。1m84cm の貴花田関が胸に向かっていきます。優勝30回おめでとうございました。どうもありがとうございます。やっぱりちょっと胸が赤くなりました。若くて元気のいいやつばっかりです、やはりこういう元気のいい力士はね、どんどん早く上がってきてもらってね、苦しめてほしい。なるほど。横綱は13日目に優勝決定、これはまあ嬉しいんでしょうけども、やっぱり手応えのある人がどんどん出てきてほしい。まあ大丈夫です。ということですね。今横綱の胸に当たってみていかがでしたか。そうです。硬かった、怖かった。はい。どっちでした。重たかったです。もう重たかった。はあ、実感なんでしょうね。なかなか動いてくんない。はい。そうですか。どうでしょうか、目標ですがね、横綱にぶつかるように。はい、はい、上を目指してこれからも頑張っていきたいと思います。はい、割合小声でしたね。上を目指してこれからも頑張りますという貴花田関です。もう一度ちょっと横綱に伺います。横綱ね、貴花田関は17歳。そうですね、半分です。ちょうど半分なんですよね。千代の富士関はお父さんの貴乃花さんとも何度かね。そうですね、何度か対戦してますけど、うん、体や顔を見てやっぱ面影ありますか。なんたって足腰のいいところはね、そっくりじゃないですか。魅力ありますか。そうですか。今度は春場所ですね、横綱には一戦勝という目標があります。そうですね、あと6勝ですか。6勝、はい、やりますね。任してください。任してください。いいことが返ってきました。
体力の限界、気力もなくなり引退することになりました。